ゲストキャスター穂川香音さんの登場です。あ、最初は根室さんも出るのかな。村田さんも出るの。もう仕事なのか趣味なのか分かりませんけども、違う仕事です、仕事です。はい、決して職権乱用ではございません。さあ、それではここから皆さんにお伺いしておりましたこちらを聞いていきましょう。空ボタン、あなたのエリア夕日見えそうでしょうか。バッチリ雲の隙間から雲越しぼんやり、残念無理。幕張はどうでしょうか。こちら、あー微妙だけど太陽はまだ見える。ちょうどね、今イオンのビルのちょい右に沈みますね。はい、そう、この辺の真ん中あたりに沈んでいきますね。はい、まあこの後どうなっていくのか。それでは空ボタン終了します。5秒前、4、3、2、1、終了です。もう数字でいきましょう。ドン、バッチリが多いです。214名、そして雲越しぼんやり201名。マップで見ていきましょう。より北のエリア、東北と北海道なんかバッチリっていうのが多いですね。で、まあ青、赤、緑、まあ、全体的にもう見えるものとしたら、今日は見えないエリアは結構少ないですね。まあ沖縄と九州の南部と、まあ、北海道の稚内とかと、ちょっと一部見えないエリアがありますが、その他では見えそうです。うん。はい、ぜひこれからの時間綺麗な夕日見られると思いますんで、まあ、この今日の番組早めに終わりますから、ちょっと外出てね、綺麗な夕日を眺めていただいて、で穂川さんのソライブイブニングに戻っていただけるとまたいいかなと思います。さあ、それではこの時間どんな綺麗な夕日が見えてるんでしょうか。こちらのコーナーで見ていきましょう。夕日写真館です。では綺麗な夕日をお写真で見ていきましょう。まずはこちらのリポートからです。北海道江別市の春夏秋冬さんからのリポート、ありがとうございます。早めの夕日です。霞がかった空に紅帽が伸びてきています。風が冷たくなってきました。今夜は冷え込みそうですといただいております。綺麗ですね。このグラデーションも非常に綺麗です。続いては長野県小諸市の KTR3104 さん。 KTR3104 さんってこれどこから取ってきた KTR なのかな。はい、太陽の左に短い弧状の虹色のものが、そしてこちらの向きにも時間の経った飛行機雲らしいリボン状の雲が幾筋も。今ディレクターたちが、これはサトシさん、サトシさんじゃないかっつって、 KTR サトシさん、多分ね KTR 関係ないと思うよ。僕本当にこの方多分ねソライブ見てなかったりすると思いますよ多分。うん、そこまでそう、本当にこう名前って大事ですからね。なぜか今ディレクターからこれ香取さとしさんじゃないっつって、あのすごい推測できたんだけど、まあ確かにそう、香取さとしさんかな。暗号みたいだな。でもあの多分この方にとって今この僕の KTR は、かなり
侮辱に当たってると思います、なんか申し訳ないですね。なんか僕の名前でね一緒になっちゃってちょっと騒がれちゃって、多分ご存知ないんだと思うな。偶然の一致。続いて、福岡県福岡市のみおさんね、え本当 KTR さとしさんに申し訳ないですね。夕暮れと向かいます。北西の風が髪を穏やかに揺らします。あまり夕日らしくなくてすいません。これ、今日はこれから所要ですということです。綺麗な雲ですね。すごい空一面に鱗状の雲、そしてそこを通る飛行機、素晴らしいですね。綺麗です。この時間最後のリポートです。あと2枚ありますか。はい、北海道札幌市の、こちらは本月さんから行きましょう。今日の夕日も綺麗です、ありがたやといただきました。綺麗ですね。この雲の感じもすごい綺麗です。グラデーションがいいですね。さあ続いてが最後、北海道釧路町の中山さん。2階の窓からの夕焼けです。春霞がかかったような夕焼けと。綺麗ですね、綺麗な夕日をいただきました。なんか穏やかな気持ちになりますね。ぜひ皆さんも外、窓の外を見てみてですね、夕日を眺めていただけたらいいなと思ってます。さあそれではライブ中継でもこの時間つながっております。いきましょう、夕日ライブ。お二人三人、はい、いけるかな。まずは下地さん、熊本菊陽町な下地さん。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うわー綺麗。はい、今日1日ですね、熊本市近郊は薄雲に包まれているような状況で太陽の方が移動しておりますので、はい、今こう薄雲越しですね、ぼんやり出てるかなというふうに思います。今日はこの島原の稜線も綺麗ですね。そうですね、今日は海沿いまでちょっと行けなかったので、はい、この反対側がいつもの夕日スポットになるんですけれども、だいぶ熊本市街地側の方にですね、今来ておりまして、ほう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 、そんなロケーションになってます。いつもがこの山の反対側のところに海があるので、はいはいはい、そこからおつなぎしてるんですけれども、はい、この画面で言うとここからこの山のところまでがだいたい直線距離で 2,30 キロぐらい離れてるような感じです。はいはいはい、そういうことか。あ、よくわかりました。その距離の説明の仕方が今秀逸だったと思います。ありがとうございます。すいません、わかりやすかった方がよかったですね。カメラ上の距離をそう指でなぞれるってすごいことだと思うんですよね。いやそうですか。私も画面見ながらこうやっていつもこうやってますので、あ、はい、素晴らしい、はい、試行錯誤でやっております。ありがとうございます。雲が綺麗ですね。そうですね、はい、だいぶいろんなこうなんですかね、薄さだったりとかしてますので、こうハケで描いたようなですね、空模様というふうになってますね。はい、わかりました。いや綺麗な夕日ありがとうございます。はい、ぜひまたリポートでも。まだ日の入りまで1時間ちょっとありますので。あ、そうですよね、はい、またリポートでも送りできたらと思います。はい、お待ちしております。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼します。この距離感を平面に映されているものをこう距離感をこうなぞるっていうのがすごい、結構本当に難しいんですよこれって。簡単に見えて、すごいな。さあ続いて、今まだいらっしゃらないかな、先に天気見ますか。はい、
では現在の天気と明日にかけての天気を確認していきたいと思います。それではまず現在の天気から見ていきましょう。こちらです。4月9日17時30分現在、皆さんからいただいております天気のご報告、ウェザーリポートです。晴れてるエリアが多くなっておりますね。夕日が綺麗に見えるところも多いんじゃないかなと思います。明日にかけての全国の天気を見ていきましょう。こちらです。明日の天気アイコン、那覇、鹿児島の方では雨のアイコンついてますね。引き続きちょっと雨の降りやすい天気、雨具が必須です。前線の停滞によってね、ちょっと雲が多い、雨が多い、そして場所によっては雷を伴ってざっと強まる可能性もあるという状況になりそうです。でなんといっても沖縄南西諸島はね、暑いですね。ジメジメとした天気になりますね。でその他のエリアはほとんど今日と一緒という感じなんですけども、雲多いです。はい、今日よりも雲多いと思っていただければと思います。で、関東から東北にかけては折りたたみ傘を持っておいていただいてもいいかもしれませんね。ということで、明日日曜日ということでお出かけされる方もいらっしゃると思いますので、ピンポイント天気でご予定考えていただければと思います。以上、全国の明日10日日曜日の天気でした。続いてまた夕日ライブに戻っていきましょう。富山県の四番ひろくんさんにつないでいきたいと思います。四番ひろくんさん、はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。こんにちは。お、桜と夕日、はい、そうです。こちらは南砺市内にあります、ちょっと旅川という場所なんですが、うわ、勘太郎さんは来られたことありますか？行ったことないんですよ、ここ。植物園とか分かられますかね？そうなります。あ、場所は、はい、分かります。はい、その近くの桜です。いやー、いい、最高のスポットですね、ここは。桜という人、はい、ちょうどあの公園にもなっていてですね、まあ、見渡しも夕日がしっかり見えるところなので、まあ、春先はこういったところをちょっと帰りに寄ってみたりしたくなるポイントですね。開花状況はどうですか？はい、でもだいぶあの地面の方は、桜の方がだいぶ花びら散ってきていますので、ちょっと橋の欄干の下とかにもだいぶ花びらがたくさん落ちている状態なので、もうあと半分くらいですかね。やはりあの、新しい緑の葉っぱとかもだいぶあの伸びているところもあるので、うん、まあ、やはりこの週末あたりとかですかね、もう少し楽しめるタイミングがありそうです。ああ、本当ですか。まあ、じゃあでもこの見頃が週末にかぶってよかったですね。そして天気もいいですし。この辺りもですね、結構先週末ぐらいですかね、はい、から結構あの見ごろとなっていたので、うん、やはり今週の結構あの風が強い日とかありましたが、まあ、それでやはりこう散ってきたところですけど、まあ、そうですね、ちょうどこういった晴れ間も重なって見ごろが楽しめるのもなかなかいいです。はい、はい、ねえ、よかったな。ありがとうございます。綺麗な景色、どうもありがとうございました。またリポートでもお願いします。はい、こちらこそありがとうございました、はい、失礼します。ありがとうございました。いや、桜という日でいいですね。さあ、それでは今日は最後の中継になりそうですね。大阪の白ご飯さん、はい、勘太郎さん、どうもこんにちは。綺麗な穏やかな空ですね、今日も。はい、今日はねちょっと場所変えようかと思ったんですけど、ちょっとね時間的に間に合わなかったんで、いつもの場所になりました。あ、そうなんですね。まあ、はい、でもこの空が広く見えるこの場所はいつ見てもいい場所ですね。
そうですね、ここはですね、僕がまあ中継してるスポットの2つのうちの1つなんで、うん、非常にね、広く見渡せる場所で、しかもキリンさんもおりますしね。キリンさんもいますしね、はい、キリンが今日は6頭いますね、はい、いや、もっといるな。そうですね、実際に 8頭います。ただ2頭がお仕事中なんで6頭に見えるだけですね。あ、はい、首をちょっとかしげてる感じなんですね、はい、そうです、はい。いや、雲の様子はもう全体的にこんな薄雲ですか？そうですね、午前中はすごいよく晴れてたんですけれども、午後からやっぱり雲が広がってきまして、今空はどちらかというと白いですね。ですから雲越しということになります、はい、あ、そうなんですね、はいはい、この雲の厚さだとさすがにこうハロとか現実とかはちょっと難しいですかね。期待はしてたんですが今のところは出てないですね、はい、出るんだったらもうこの時間は出てておかしくないんで。そうですね、はい、少しそれよりも雲が厚かったかもしれないですね、はい、そうですね、どっちかというと雲はどっち厚めの方ですね、はい、わ、はい、かりました。いや、綺麗な景色、はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます、またお願いします。はい、はい、いやー、なんか穏やかな夕景でしたね、ありがとうございます。幕張はこの後インターバル中に見えるかな、どこから出てくるかな、出てこないのかな。10分間インターバルの間皆さんでこの夕日を読んでいただければと思います。さあ、ということでここまでお送りしてきましたソライブサンセット、まあ、いよいよあと10分で蛍香音さん登場されますので、まあ、皆さんでもうチャットでなんか応援よろしくお願いします。もうやっぱり蛍香音さんもいろんなねテレビとかにも出られてますけども、やっぱりこうやってもういろんな、今だってこう4画面5画面ぐらいで皆さんのチャット動いてるんでね、なかなかちょっとまあ仮にも緊張とかねされてたらやっぱ皆さんでねこう応援支えていただきたいなと思いますんで、なんて呼べばいいですか、ご本人にぜひ聞いていただければ、うん、ご本人との会話の中で決めていただければと思いますね、はい。さあ、ということで、この後はぜひ皆さんで盛り上げてください。あとはですね、時間が3時間後9時21時から、今日はウェブセミナーの無料事前説明会を行わせていただきます。こちら2つまずは Google プラスのコミュニティの中に URL を貼ります。そこからご参加いただけるようにしたいと思います。全員一緒の URL なんでね。で、あとはもう一つはこちらウェザーニュースのサイトを見ていただいて、はい、ウェブセミナーのページがあると思うんですけども、ここの無料説明会、このページこの中に後で参加する URL と YouTube、まあ、その様子を中継する URL を書きます。なのでこちらの方でも見ていただけるようにしたいと思います。はい、さあ、ということでここから、まあ、いろいろ番組目白押しとなっておりますけども、ぜひ今夜もソライブ24を皆さん楽しんでいただければと思います。それでは皆さんお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。良い夜をお過ごしください。またナイトで。
皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。なんだろうこのテンション。あれってね、はい、なんで3人かっていう話なんですけど、ちょっとなんかにぎやかですよね、はい、あら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 恐縮しますね。今日はね、ゲスト MC、yes. 初めての、はい、ほかさんが初めてっていう意味でね、はい、過去ゲスト MC としてはいろんな方がいらっしゃいましたけれども、本日、はい、ね、岡川かのんさんに、この、これ番組はそれはイブニングイブニングですね、はいはい、イブニングを担当していただくということで、はい、まあ、本日初日なのでちょっとみんなで盛り上げていこうと。あ、やだやだ、よろしくお願いします。もう皆さん恐縮します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、はい、なんて呼びましょうって来てますね、はい、あ、悩みますね。私あの一応芸名がですね、ほかはかのんということで、ほかはかのんなので、あの一応あのファンの方からは、はい、かのんちゃんとか、はい、なんかまあそんな感じで呼ばれてはいるんですけれども、はい、友達はかのたんとか、はい、なんですかね、意外と普通ですね。じゃあ振り返ってみると、はい、え、かのんちゃん、かのんちゃん、かのたんとか、かのたん、そうですね、まあ、でもいい大人がカノタンって呼べないな。そうなんですよ。でね、一時期なんか5年前とかですとキャノン砲とか言われて、なんかもう、え、ガンダムみたいな。まあ確かにね、まあ、そんなこともありましたね、はい。でも出たことはないんですよ、カノン砲、キャノン砲が。言っときますけど。まあそうですね、はい、そうなんですよね。なんですかね、まあ、カノンちゃん、はい、皆さん 何がいいと思いますかね。読みやすい名字で行くのか、うん、はい、名前で行くのか、ね、あ、確かにあのか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 のとかかのたんとか来てますね。かのの、うん、かのの、なんか脳が増えましたよ。ちょっと増えてますよね。あ、ほかの、あ、ほきゃの、あ、なんか春限定っぽくないですか。大丈夫かな。はい、ちゃんかの、ちゃんかの、なんか、じゃあなんか業界用語っぽい。私最近ハマっててこの話長いんで、あ、やめましょうか、ごめんなさい、名前決めましょう。ほかわん、逆にね、名字ね。あ、なるほど、ほかわん、もう言われたことないですね。じゃあいいかもしれないですね。オリジナル感もありますね。結構いっぱい。フォッカーって何。フォカリン、フォッカ、ホカカ、あれじゃない、うん、なんだっけ、サイゼリアで食べられるあのパンみたいな、フォカッチャね。美味しいやつ、フォカッチャさんみたいな。あ、美味しいですよね、あれ。美味しいです、あれ。なんかね、あのガーリックとオリーブオイルがね、あれたまらないですよね。ホカノン、ホカノンって来てるね。ホカノン来ますね。じゃあホカノン、カノエイコとかちょっとひどいですよね。違う人になったみたいな。なかなかみんなひどいこと言いますね。カノタ、うん、あのチャット結構ギリギリを攻めてくることあるんですよ。例えば時事ネタで、そのことあの時事ネタでね、ちょっとしたその朝のニュースで、その不倫ネタとか騒がれると、それをねチャットでぶっ込んでくる人がいるんですよ。結構際どい話題を皆さん振ってくるんですね。そうなんですよ。僕とかはもうそもそも芸能界とかね、あんまり関係ないんで拾っても大丈夫ですけど、
ね、岡田さんとかはね、モロなんで。一応タレントですね。そうです。なんでそこはドスルーしていただいて。わかりました、ちょっと拾いがちなんで、皆さんちょっとお手柔らかによろしくお願いします。あのスルー、華麗なるスルー技術がですね。いいですね、華麗なるスルー。華麗なるスルーが結構必要なので。任せてください。私の得意技にしたいと思います。恐縮です。恐縮ですね、はい。はい。私たちの放送免許が剥奪されるかもしれない。あ、それは良くないですね。いや、本当にね。大丈夫ですよ。インターネットでいろいろやってますから。そうですよね、はい、さあということで、今ですね、お名前、4択で皆さんに投票していただいて決めようかな。何が来るんだろう、はい、ということで、はい、ニコ生も出るんですかね。あ、アンケートも出る。もちろんニコ生はちょっとなんか、ね、ちょっとなんかギリギリ攻めてきそうですね。逆を送るからね、いつもね。そうなんですか。これどっちを採用するか悩むところですよね。ニコ生は基本ツンデレですからね。ツンデレ、ツンデレ好きなんだ。もう怒ったね。信用してくださいって来てる。分かった、信用しましょう。よし、信用しよう。ニコ生もやりますよ。もう4択何にするかちょっと悩みますよね。あの勝手に決めました。あの今勝手に決めたんですか。勝手にってか、はい、さっきあのコメントの中から拾いました、はい、あらまあ、いつの間に、はい、早いですね、仕事が。いや気になりますね。どうしよう、これ全部私嫌いな名前だったらどうすればいい。いやいや、そんなことないですよ。本当ですか。そんなことないです。あの必ず出たやつの中で。あ、よかった、はい、その中で多いものを選んでます、はい、うん、もう楽しみだな。愛ちゃんとか、愛ちゃん、じいちゃん、じいちゃん名前がわからないみたいな。じいちゃんってさ、おじいさんじゃない。本当ですよ ね性別と年齢が変わっちゃいますよ。さあ、出ましたね、はい、ニックネーム。ムラッピーなんて、はい、あだ名ハゲだぞって、そんなこと呼ばれたことない。あ、そうなんですか。そんなあだ名ないし。え、ちょっと待って、はい、出ました、はい、出ましたか。青、ほかんの、はい、赤、カノンちゃん。カノンちゃん、あ、いつも、うん、緑、カノタン。あ、友達に呼ばれてる、うんうん、黄色、アイ。これアイですか。アイ、アイさん、名前変わっちゃってるの。なるほどね、最初に黄色い風船飛んだのちょっと気になりました。みんな飛んでますね、黄色飛んでますね。飛ばさないで。私の名前は他はカノンだからね、はい、そうだよね。はい、お名前がね、はい、いや、ちょっとこれ怖いですね。いや、これ黄色で愛になった場合、初めての名前ですよ、私。あの愛っていう要素、一言も出しないので。いやいや、愛っていう要素だらけじゃないですか。あ、本当ですか。もう愛ある気象予報士みたいなキャッチ作ってたんですよ。愛ある気象予報士だし、愛ある防災士ですからね、私。あら、もう溢れてるっていうと絶対黄色ばっかきますよ、これ。比較的多いね、やっぱり。多いですね。みんな面白がってるな。アイちゃんって呼ばれるんだろうな。はい、普通にいけばね、カノンちゃん。そうですよね。あたりですけど、私も馴染みが一番ありますね。なんかソライブっぽいのはホカノですよね。あ、確かに。赤が飛んでないんですよね。赤。おかしいな。はい、じゃあ時間決めていきますね。はい。はい、1分前です。はい、1分前。はい。1分前だとこういう音楽がかかるんですよ。あら、あ、いい音ですね、はい、これが終わりがだいたい1分です、うん、はい、みんな1分前ですよ。ちゃんと私も素敵なあだ名決めてくださいね、うん、恐縮です。もうチャットのみんなはもうそれどころじゃないですよ。あら、ドンチキ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 してる、ドンチキ。あ、これですね、もうこれ大好きなんですね。そうです。あ、これだ。あ、楽しいですね。もうずっとこうやってます、1分から。私もやってよ。あ、すごい、3人揃うとこんな面白いなんですね。そうなの、だからみんながこれやる理由がわかる。やりたくなりますね。そうそう、書き換えたね、これ。あ、本気出してる。あ、すごい、どんちきコメントいっぱい来てる。これ明日筋肉痛です。あ、やばいですね。普段使わないですかね、この筋肉。こんな筋肉ね、はい。さあ、じゃあ、ということで。ちょっと面白いですよ、このスタジオ。面白くないですか、ちょっと。カオスなんです、大体。カオスですよね、大体カオスですね。いや、これは喋っているか悩みますよ、はい、はい、あ、1分来ました、はい。さあ、それではオープンしていきましょう、はい、お願いします。どうぞ。あ、飛んでる飛んでる。あ、みんな一斉にいい感じに飛んでますね。 あ、緑終わり、カノタン終わり。あ、ホカノ、ホカノ。おー、ソライブでホカノ。ニコ生では
愛。愛。やっぱりね。なるほど。ホカノン対愛ですね、うんうん。これ悩ましいですね。いや悩む必要ない。本当ですか。なんで悩むんですか。よくわかんないです。もう。はい、はい、自分のライブの中ではホカノンという愛称がついたということで、やったー、はい、新しいあだ名ゲット、はい、ありがとうございます。ホカノン、ホカノン、ホカノンだ、ホカノンでーす、はい、なるほど、あ、こうやってね、名前って決まっていくんですね。そうです、最初キャスターさんは、うん、みんなそうやって決まっていくんですよ。あ、いや恐縮します、はい、もうじゃあこれからねホカノンとしてね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、うん、さあここからは、はい、まあ、ホカノンさんは、はい、これまでそのネット避難訓練であるとか、うん、ニコ生であるとかっていうところで、うん、もうすでに僕ら そのサポーターにももう馴染みはあるのかなって思うので、うん、そうですね、で僕は一応今回その呼び名、なるほど、呼び名ホカノンにみんなで選んでいただいたっていうつながりを作ることができたので、うん、はい、まあ、僕はもうあとはねお任せして、あ、そうなんですか、はい、もちろんです、あらららら、だって、はい、ホカノンが喋ってないと、うんうん、やっぱりね、せっかく見に来ている人たちがね、そうなんですか、うん、そうなんです、ということで、基本クレームにつながるんですよ、うん、あ、なるほど、はい、僕はここでおいとまします、うん、あら、村上さん、一つだけ、うん、この後ですね、21時から、はい、うん、空のウェブセミナーの、うん、無料説明会が21時からありますので、僕はちょっとそちらの準備に入ります。意外と真面目な理由だったんですね。いや、何言ってんの。もう土曜日にさ、仕事してるの、はい、本当に。そうなんですね。あらあらら。とんだ勘違いを申し訳ございません。なんか楽しんでるわけじゃないの。本当にね。はい、ね、お忙しい中ね。で、まあ、初めてのその番組進行になるので、はい、ちょっと段取りとかが分からないと思うので、そうですね、うん、リハとかは一切できてないので、そこは寝頃を置いておきますので、うん、寝頃に進行をね、はい、分からなくなった時はこう助けてもらうみたいな、はい、ちょっと目線送りますので、そしたら助けていただけると、はい、そうですね、はい、僕目線いただいたらニヤってしてます、はい、それだけ、はい、もっと助けてほしい。で、寝頃は、はい、ほっとくと自分でずっと喋るので、あ、それも大変だ、はい、ずっと喋ってる時があったら、はい、チャットで喋りすぎじゃないって書いてあげてください。わかりました、はい、はい、じゃあちょっとクレーム入れますね。はい、まあそんなクレームには負けませんけどね。負けない。そうなんですか。はい、そんなクレームもどうぞください。わかりました。じゃあ私も戦います。はい、はい、頑張ります。スタッフの方でマイクを落としたとしてもこっちのマイクで拾っちゃうんですよ。ああ、この私の、そう、あらあらあら、で普通に聞こえちゃうんで、はい。そうなんです。素晴らしい声量ですね。はい、基本的に家計とかするとき僕マイク自分つけてないときあるんで。つけてなくても普通に放送には載ってるんですよ。賑やかな感じですね。喋、はい、りすぎじゃない。喋、まあ、りすぎじゃない。喋、ね、りすぎ。と、はい、いうことで、はい、ここから約2時間ですね、はい。はい。番組よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ピザお忙しい中ありがとうございました。いえいえいえ、皆さんも応援してあげてください。よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。はい。いやーちょっとね、はい、本当に、うん、僕らは残って、はい、僕いますけど、基本お母さんにこうどんどん進めていただいて。わかりました。はい。このソライブ24はですね、収録も兼ねてまして、あ、そうなんですか、はい、ポイントポイントで収録もしてまして、うん、はい、その収録されたものが全国のケーブルテレビさんとかウェザーニュースのインターネットとか、あ、やばいですね、ドコモさんの D メニューとかですね、あ、ちょっと真面目にやらないといけないけど、あ、わかりました、まあ、そういうところはちょっと一回 お手本とかね、はい、お見せしますので、あ、お願いします、はい、それ以外は基本的にはホカノンさんに進めていただいて、はい、僕はやいのやいの入れますので、はい、わかりました、負けずに頑張りたいと思います、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします、うん、はい、はい、ということで最初はですね、うん、このソライブ24のソライブイブニングとか番組をやるんですけど、はい、その最初にソラミドっていうソライブイブニングの見どころっていうのをですね、はい、最初に出しますので、はい、はい、そちらに準備されているやつですね、はい、あ、それです、こちらですね、はい、じゃあいろいろよろしいでしょうか、はい、はい、では本日のソラミドこちらバン、はい、よろしくお願いします、恐縮です、はい、なんだこれそのまんまじゃん、はい、まあ、でも今日ね私初めましてなの で、 そうですね、なんかこれは嬉しいですね、うん、はい、やっぱりちょっとフレッシュさをねこう皆さんにお伝えできたらいいかな、うん、と思います、いいと思います、はい、はい、恐縮も織り交ぜつつ、そうですね、はいまんまでしますよ、はい、まんまでいいんですよ、まんまでね、まんまでいいんですよ、よっしゃ
そうですね、もう私本当に今回、はい、あのリハーサルとか全くなしで、うん、今日ここに来てまずあの、はい、天気の原稿をちょっとね、あの会議とか言われたりして、はいはいはい、もうこんなことやってるんだ大変だなって思ってちょっとあの本当びっくりしちゃって、であのちょっと始めてながら原稿もちょっとこちらで打たせて、そうですよね、はい、やらせてもらって、はいはい、うーん、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、最初、はい、ゲスト MC の方ね、だいたいね、あのリハーサルとかやらずにいきなりドーンってなるんですよ、やっぱりそうなんですか、皆さん素晴らしいですね、だいたいリハーサルで、あの24時間やってるんで、このスタジオでのリハーサルって絶対できないんですよ、ここ絶対使ってるんで、なんでそういうことですね、なんでだいたい僕最初に一緒に出て、あの流れ説明しながら、はい、あの進行をやっていくっていう、なるほど、そういう、そうなんです、はあはあはあ、そういう役割をします、皆さんも大変なんですね、そうなんです、こう見えて大変なんですよこう見えてね、いろいろ仕事してるんですよ、みんなにね、働いてねみたいなこと言われるんですけどちゃんと働いてるんですよ、働いてますね、本当にはい、うーん、はい、はい、というわけで今日は、この番組のラインナップですね、そうなんです、はいはい、このソライブイブニングでどんなコーナーやりますよっていうのを、はい、ラインナップとしてね、ご紹介しています、はい、こちらどうぞ、はい、はい、1番目が気象モデル解説、はい、はい、で2つ目が明日のリポートポイント、そして3つ目がウェザーニュースアップデート、で4番目が花粉ニュース、ね、やっぱりちょっとまだ飛んでますからね、うん、かなりね、はい、で続いて5番目週刊天気ガイド、はい、ね、ねえ、もうね、1週間の天気気になりますからね、で続いて6番目気になるリポート、これ皆さんのリポーターさんの、そうですそうです、はい、今日も私いろいろ画像をチェックしてたんですけど、はいはいはい、皆さん本当にたくさん送ってくださるんです ね、 ですね、いや本当ありがたいなと思って見てました、はいはい、でそして続いて季節のしおり、この季節ならではのお天気のね、うん、そうですね、はい、お伝えできればかと思います、はい、ということで今日は気になるリポートやるということで、はい、穂川さんがね、うん、皆さんからいただいたウェザーリポートの中から、はい、穂川さんが気になったリポートも選んでいただいて、はい、かなりちょっと偏った趣味で選びました大丈夫です、そういうものです、はい、そういうコーナーなんで、ね、あ、よかった恐縮します、大丈夫、はい、じゃあもう早速どんどんいったらいいんですかね、はい、はい、いきなり空ボタンですって、空ボタンですか、はい、はい、あ、そうですね、これは皆さんに、今日の体感はどちらだったかアンケートを取りたいと思います、はい、はい、青が春、うん、今日は春日和だったよっていう方は青ボタン、なるほど、はい、そしていや今日も暑くて暑くて、うん、夏でしょみたいなのが黄色ボタン、うん、はい、こちらを皆さん押してください、こちら番組の、後ほどですね集計して、はい、いやでも私、うん、今日ポカポカでしたね、暖かかったですね、はい、お洗濯物とかもすごい勢いで乾いてったので、はいはいはい、あ、確かに、はい、でアメダスとかも見てても、はい、やっぱりね、すごいですね、カメラさすがですねごめんなさい、アメダスって見てきますからすごいですね、ごめんなさい、私一応毎日お天気伝えるものとしては、はい、そうですよね、そうなんですよ、なのでちょっと見てて、あ、もう20度午前中で超えてたので、うん、ちなみに東京の、東京の方ですね、はいはいはい、皇居の近くのアメダスの方なんですけれども、はい、いや20度午前中で超えるなんて、ね、って思って、うん、やっぱりこの気温って、はい、ね、4月下旬から5月並みの暖かさだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりでもエリアによってかなり違いましたよね、そうですね、うん、はい、僕も今日、なんだかんだで無理だと思われていた花見が今日できまして、あ、お花見してきたんですか、そうなんです、あ、いいじゃないですか、そしたら、はい、この会社の近くの公園なんですけど、はい、まあ、体感的にはすごい暖かくて良かったんですけど、桜がもう散りすぎて、はい、朝早い時間にいたんです、10時ぐらいに行って、はい、そしたら ものすごい綺麗でものすごい散ってるんですよ、ですごい、まあ、なんかご飯食べようと思ったらもうおにぎり全部花びらになるみたいな、もうなんかそれぐらいの感じ で帰る時にパッて見たらもうほとんどないんですよ、うん、すごいですね、1、2時間ぐらい3時間ぐらいでもうすごい散ってて、すごいね、桜吹雪でしたよ、だから風がちょっと吹くと、そのなんか桜もあって、うん、体感的にもちょうどいい、そうですよね、僕的にはね、うん、青の春ですね、なるほど、うん、夏まで行くほどではなかったかな、そうですね、まあ、ちょっと多分地域的な違いが、ね、出てきそうな感じしますね、うん、はい、これもね後でね
集計していきましょう。はい、ではこちら集計していきたいと思います。はい、はい、はい、では最初のコーナー、ででん、気象モデル解説、イエーイ、チャッチャラーン、まあ、イエーイというほどのものでもないんですけど大事ですよね、お天気番組ですか、はい、なんて言ったって、はい、で、あの、僕もね、本当に毎回言ってるんですけど、はい、あの、まずこのコーナーの説明をすると、はい、ですね、はい、あの、ウェザーニュースには予報センターっていうのがあるんですね。お、さすが、はい、気象業務会社。そうなんですよ、なんでね、あの、予報をしている、まあ、気象モデルとか皆さんからいただく情報とか、はい、ウェザーリポートとかそういうものを総合して最新の天気予報を出しているところがあるので、そこの予報センターっていうところの方に、うんうん、はい、まあ、今回はそのモデル、気象モデル、でもこれから明日にかけての天気の変化で、はい、モデルをマニアックに解説していただくっていう時間なんですよ。マニアック、すっげえマニアックなんで、すごいマニアック、楽しみ、はい、本当に分かんない人は初めて見る人とかは全く分かんないんですよ、はい、じゃあ本当に専門用語とかが出てくる、バンバン SMS、 あ、違う違う、 MSN とかですね、はいはい、メソモデルとか出ちゃう感じですか。そうなんです、あらあらあら、試験に出てくるやつですね。あ、もうガチでこれがこのコーナーどうか分かったら、あの、中央試験の多分実技受かるっていう、受かりそうですよね、はい、それぐらいの、あら、なかなかマニアックな時間。ただですね、はい、僕毎回言ってるんですけど、はいはい、気象モデル解説って特別やってるんですけど、はい、普通に天気解説するときに気象モデルの解説をしないわけがないんですよ。なぜ普段から解説やってるのに、はい、あえてここだけコーナー化してるのかがよくわかんないっていうのを毎回クレームで言ってるんですよ。確かに、なんでですかね。なんでですか、なんでなんですか。コーナーが欲しかった。コーナーがあれですね、尺埋めようとしてるとかじゃないですよね。大丈夫かな。ただの天気解説っていうと面白くないんで、あの、気象モデル解説にっていうタイトルを無理やりつけたっていう。大事です、タイトル大事です。大事ですけど ね大事ですけどね、別に気象モデル解説って言わなくても普段からね、予報センターやってると、毎回予報センターの人もなんでこれをあえてコーナー化してるんだろうみたいな首をかしげるコーナーなんですよ。まあ確かにそうですよね、もう丁寧に予報も作られているのに、あえてその元の部分をデータとして出すんですよね、うん、サポーターの情報があるのにそれを言わずにあえてモデルの解説をするっていうね。重要と言い張られてますけどみんなどうですかね、そういう、まあ、そういう時間なんですよね。まあ、確かに、お天気こう番組っぽくしたかったみたいなね、こういうのありますけど、もう本当ポサだけなんですよ。あ、ポサ、ポサ大事です、はい、お天気番組ですから。そうです、恐縮です、恐縮です。はい、じゃあですね、はい、でここはですね、あの、予報センターにもうつないでですね、はい、解説を聞いていくという時間でございます、はい、予報センター、はい、今日は草田さん、草田さん、じゃあ、はい、呼んでいただいて、あ、はい、はい、はい、じゃあ行くよ、予報センターの草田さん。はい、こんにちは、はい、間違えちゃった、ごめんなさい、はじめまして、はじめまして、はい、よろしくお願いします。恐縮です、気象予報士で防災士ホカアカノンです。ホカノンって呼んでください。恐縮です、はい、よろしくお願いします。もうやりにくいですね。やりにくい、あ、そうですか、ね、寝坊さんの前置きがやりにくい。あ、そうね、はい、なんですけど、あの、基本的に、あの、この予報センターのね、今草田さんって方出てますけど、はいはい、基本ツンデレなんで、あ、やだ、ツンデレなんで大丈夫。あ、私、はい、ツンデレ屋さんなんですね。ツンデレ屋さんなんで大丈夫です。ワクワク、すごい優しい、本当は優しいんです。あ、じゃあツンデレ解説よろしくお願いします。これうまくできるかどうかわからないんですけれども、はい、よろしくお願いします。では見ていきたいと思います。はい、はい、明日の天気なんですけれども、はい、基本的にはですね、今日と似ております。はい、天気アイコンを見てみると、北海道にちょっと雪アイコン増えてますけれども、本州は曇りか曇り、一時晴れ、もしくは、そして沖縄に雨がついているということで、全体的には今日と天気の流れは似ているんですね。で、天気図を見ていきますと、その天気図も似てます。はい、はい、今日の15時の天気図で、北海道のあたりに低気圧があり、日本の南海上に前線があり、その間は高気圧に覆われているということで、はい、明日になっても同じような天気図が続きますね。あとね、高気圧、あの、しっかり書かれてない部分もあるんですけれども、まあ大体似たような状況です。で、明日ちょっと違ってくるところがありますので、はい、そのあたりを中心に解説していきたいなと思います。はい、今日から明日にかけて、
全体的には、日本の南海上前線があるので、北側に広がる雲が、本州方面かかりやすいといった状況なんですけれども、この中でですね、北海道のエリアが少し天気が変わってきそうなんですね、はい、今日も雨、稚内では雪が降った状況だったんですが、明日はこれに加えて上空に強い寒気が流れ込んでくる予想になっています。右側が上空1500メートル付近の寒気の、失礼いたしました、5500メートル付近ですね、寒気の予想なんですけれども、5500ですね、はい、ちょっとね、今ねペンタブをなくしてしまって、ちょっとマウスで書いてるのですごい汚いんですけど、ちょっと許してください。え、そんな衝撃の事実今全員初めて知ったんですけど。ちょっとびっくりしてる。あ、永井先生が持ってきてくれました。ごめんなさい、ごめんなさい。これ予報センターがペンタブで書いていろいろ書き込んで解説をしてくれるんです。これね書いてるんですけど、ちょっと持ったままフラフラ動いてたらなくしてしまいました。ごめんなさい。はい、気を取り直して、はい、はい、上空に5500メートル付近のところ、滑らかですね。滑らかですね。発達になりましたね。様子なんですけれども、明日ですね、はい、この寒気がだんだんと強まってくる予想になっているんですね。本当だ。マイナス36度のところも結構南下してますね。はい。ここでマイナス39度、マイナス36度ということで、はい、この時期にしてはかなり強いですね、はい、マイナス36度上空で入ってくると、冬場だと大雪になる目安と言われるぐらいの強い寒気が流れ込んできますので、はい、かなりですね大気の状態が不安定になりそうです、はい、で明日の北海道の札幌の、地上気温最高気温プラス7度の予想なんですけれども、はい、上空マイナス36度の寒気入ってきますと、もう40度以上、43度ですね、はい、の気温差となってきますので、もく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 雲が発達しやすいんですね。でこの発達しますと活発な雪雲を伴ったりですとか、あとはあられなどを伴ったり雷を伴ったりする恐れがあります。で札幌では夜にかけてこの寒気が強まっていきますので、こちら夜21時ごろですけれども降水が予想されております。なので、明日札幌夜遅い時間ではあるんですが、雪の可能性、天気の急変の可能性があるということで、晴れに小さい雪のマークをつけておりますので、天気の急変、急な、あられですとか、雪、局地的に強く降ったりすると急に積もってしまう恐れもありますので、注意が必要という状況になりそうですね、はいはい。でさらにもうちょっと南の方を見ていきますと、ですね、この寒気の流れ込んでくる先端というところは実はよく前線が形成されることが多いんですね。でこの前線の南下によって、この辺りですね、こちら赤い線で書いてあるのが1500メートルのところの寒気の予想になっているんですが、右側ですね、見ていただきますとちょうど0度のラインがじわ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 明日は南下していってるのが分かるかと思うんですが、この寒気の先端のところに前線がありますので、この前線の南下によって、今日はほとんど雨が降らなかった東北ですとか北陸、そして関東のあたりでも、特に午後から、夜にかけてにわか雨の可能性が出てきます。関東北部南部ともに夜はにわか雨の可能性がありますので、昼間は穏やかなところ多いんですけれども、夜までお出かけされる方は念のため折りたたみ傘があった方が安心かなという状況になりそうです、はい。で結構ですね、はい、昼間気温が上がりますので、
大気の状態不安定になってしまいます。ざっと雨が強まったり、場所によっては特に東北の南部ですね、福島ですとか、関東の茨城栃木あたりでは雷を伴ったりする可能性もありますので、狭いエリアかもしれませんが天気の急変にご注意ください。はい、はい、ちょっとねやっぱ日曜日だから、うん、ゴルフとか、ね、行かれる方とか、はい、雨具持ってた方がいいかもしれないですね、はい、お出かけされる方ね、注意いただきたいと思います。はい、はい、はい、ということでね、はい、こういう感じで解説をしていただいて、なるほど、はい、天気図だけ見ると、うん、一見穏やかに見えてしまうかもしれないんですけれども、うん、明日は、この前線の延長のところですかね、はい、とこの北側寒気伴ってますので、不安定になりやすいですのでご注意いただければと思います。はいはい、はい、これは体感的にはどうなんでしょうかね。はい、体感は明日もまだ昼間は暖かいところが多いですね、うん、おー暖かい、はい、西東日本は暖かいところ多いんですが、ただ東北のですね仙台よりも北のエリアは今日の気温と比べますと結構下がります。本当に7度くらい下がってますよ ね、 すね、青森は18度から11度ということで、はい、7度くらい下がってしまいますので、こちらは寒気の影響が強く出るエリアですね。なるほど、北海道も今日に比べるとよいしょ気温がぐっと下がるところ多いですので、明日は今日よりも1枚多めに着てお出かけいただけると良さそうです。なるほど、はい、はいはい、ということで、ね、ちょっとお天気マークにはないけれども急な雨に注意ということですね。そうですね、あとは北海道から東北北部にかけてちょっと体調管理を気をつけた方がいいということでしょうか、はい、気温が下がるので、はい、ね、そうですね、はい、では明日のリポートポイントということなんですけれども、はい、明日の、はい、明日の空読みですね、はい、こちら確認していきたいところは、はいはい、まず明日の空読みですが、うん、こちらの3点ですね、はい、まず注目いただきたいと思います。1点目なんですが、北海道のエリアは雲の輪郭に注目いただきたいと思います。明日は雨になるか雪になるかというところ、はい、結構難しいんですね。地上は気温が高いんですけれども上空は気温が低いので、強く降ったりすると溶けずにそのまま雪として落ちてくる可能性がありますので、雲の輪郭注目してください、はい、で全体的に、ま、雲がぼんやり底の部分までぼんやりしているときは、雪雲なんですけれども、雲の底がケバケバしているときは雨雲になりますので、右側のようにですねこんな雲見えてきたら、雨雲になります。ご注意いただきたいと思います、はい、うんうんうん、あとはもしかすると雷なども伴う恐れがありますので、ゴロゴロ聞こえたら雨雲雪雲の接近のサインと考えてください、はい、そしてこちらは雲の底の尻尾はにわか雨のサインです。弱い前線の影響を受けてにわか雨の可能性があるエリアとなりますので、微粒